ファーストフロア、平日のお昼、客はほとんどいません。ピースフルライフを堪能するお金持ちそうな方々が、ゆったりと店内を歩いてます。まあ、考えてみれば、客がいないから閉店するわけで、別れを惜しむ客で殺到なんてことは起きないんです。まあ、ざっくり見てみましょう。お客さんはいません。セカンドフロア、いませんね。います。います。いません。いません。少しいます。ゼロです。やはりデパートの醍醐味はデパ地下でしょ。スーパーに客はいません。ベーカリーはランチを求める OL が少しいます。牛丼屋さん、います。ワイマイの兄さんたち。お惣菜屋さん、OL 多い。カフェテリア形式ですね。これは伊勢丹うんぬんより、ランチ覗き見が面白そうだ。では改めまして。上海 OL のランチ、抜き打ち調査開始。上海の OL です。もちろんリーマンもいます。楽しいランチタイムです。 OL はヘルシーフードが好き。ガッテン寿司は多分高い。ラーメンと餃子、中華カフェテリア、ちょっとだけ鑑賞しましょう。鳗鱼炒饭，套餐43。160。魚が美味しいと言ってるような。人のランチばかり見てたらかなりいい時間になりました。冒頭の道を歩いて帰りたいと思います。いかにも上海っぽい住宅街ですが、停車中の車を見てください。ほとんどが外車です。それもそのはず。ここは上海のど真ん中、南京市なんですよね。床屋と骨董品屋があったりします。ドジオラマニアもいると思いますが、時間がゆったり過ぎますね。かっこいい車ですね。ポルシェでしたっけ？メルセデス。ホンダとトヨタさんも頑張ってます。ちなみにグリーンのプレートは HV か EV です。3人の OL さんはテイクアウト組です。
PV っぽいですね。駐車しようとしとる。ちょっと待ちましょう。いや、やはり待てません。ブランドはわかりません。ちなみに中国で散歩中に急な方向転換はやめてくださいね。後ろからのバイクにやられます。フードデリバリー兄さんには尊敬しかないんです。本当によく働きます。早すぎ。もう届けたんかい。置いたんだね。いい車ばかりですが、住宅の相場も気になりますよね。ネットの不動産サイトを見てみます。2000万元以上ですよ。家賃はなんと14万円、56万円、76万円。やばすぎでしょう。仕方ないです。ええ、南京汁駅の真後ろですからね。西安寺近辺のビジネス街まで徒歩10分です。興味ありますか？十数年前は数千万円だったはずですが、その数億円のキャピタルゲインが高級会社の原資になったわけです。あのエメラルドとかですね。ではファミマ寄って帰ります。